フレッシュトマトとバジルとモッツァレラチーズのリングイネ自家製パンチェッタをアクセントに作ってみました。材料はこんな感じです。1% の塩分濃度で茹でる。フライパンにオリーブオイル、ニンニク一片分のみじん切り、アンチョビ1フィレ入れて、入れる。火にかける。ニンニクに軽く火が入ったら鷹の爪入れる。自家製パンチェッタ 25g 細切り入れる。プチトマト9個を半分にカットしたやつ入れる。バジルの葉ちぎって入れる。茹で汁入れる。ブラックペッパーかける。リングイネが茹で上がりました。早めに揚げました。リングイネ入れる。茹で汁入れる。バジルの葉ちぎって入れる。モッツァレラチーズ入れる。茹で汁入れる。盛り付け。モッツァレラチーズ乗せて、バジル乗せて、エキストラバージンオリーブオイルかけて、ブラックペッパーかけて完成します。もうちょっと後にモッツァレラチーズ放り込んで鍋で振ったらよかったな。完成。うまい。うますぎる。美味しい。めっちゃうまいな。美味しすぎる。毎日でもいけるわ。おかわりしようかな。もう一回作って。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。